ほい、皆さんこんにちは、小坂でございます。ファイナルファンタジー14続きをやっていこうと思います。さあ、ウクラマトがよくわからない人にね、連れて行かれてしまったところで終わりましたね。いや、すぐ見つかるのかな、どうなんでしょうね。レベル92クエスト、消えた王女受注。ラマチが西側からアースンシャイアへと戻ってきたなら確実にこの道を通るはず。しかしレディーロクは会っていないという。となると彼女はそもそもアースンシャイアに戻ってこなかった可能性が高い。そのことを確かめるためにも反対側にある集落入り口でモブリン族の門番から話を聞いてみましょう。もう兄さんは心配で仕方ないでしょうね。コーナさんね、なんか喋れば喋るほどなんか本当に妹好きなお兄さんなんじゃないかなっていう雰囲気がするんだけど、それはね合ってるんですかね、どうなんですかね。ゾラージャさんはねちょっとまだねよくわかんないけどね、コーナさんはなんかそんな感じがするんだけどな。はい、門番さんがいました。ふごうふごう、ウクラマト王女戻ってきたかと。モブはずっとここにいた。でもでもモブは見てない。モブならばトナワータ族の男はどうですか。派手な色の髪をしている人物です。それなら気になることがある。ペルペル族の行商人宝友の灯火に行った時、派手髪盗賊襲われて怖い思いをしたらしい。盗賊か、あの人。盗賊ですか、わかりました、ありがとうございます。考えたくはないですが、ラマチが集落に戻ってきていない以上、彼女を呼んだ男とその派手髪の盗賊が同一人物でよからぬ事態になっている恐れがある。宝友の灯火に行ってペルペル族の行商人から話を聞いてみましょう。襲われた人にね、より特徴をね聞きたいっていうことですかね。さあ、どれぐらい遠いところかな。あ、結構遠いか。お、ここまで行かないといけないですね。さて、じゃあテレポかな、これは。よいしょ、灯火にねテレポがあってよかった。前田の行ってないところにいろいろなんかありそうだけど、もうそろそろ風脈はね半分ぐらいは揃うのかね。さあ、来ましたが、あ、いたいた。行商人さんは無事だったのかね、いろいろ荷物だったりとかね。ういうい、それで私に聞きたいこととは。あなたが盗賊被害に遭われたと聞きましてね、詳しい話を聞かせていただけないでしょうか。びっくり。おや、見覚えがあると思ったら第二王子のコーナ殿ではありませんか。もちろん全てお話ししましょう。私を襲ったのはワーケサという名の男ですよ。ええ、名前まで分かっているのですか。ええ、見間違えるはずはありません。派手な髪ですから、行商人の間ではこの辺りの盗賊の頭として悪名が轟いていますよ。ワーケサが率いる盗賊団は金のためならばどんな汚いことにも手を染める悪党ども。大階段が壊れて獲物の減っている今はなおさらでしょう。そっか、言ってたね。金か。わざわざラマチを名指しで連れ出したということは身代金目当ての誘拐の可能性が高い。そうなれば向こうから接触してくるはずだが、悠長に待ってなどいられるものか。こちらから探し出して報いを受けさせてやる。こういうのはどうでしょう。僕が羽振りの良さそうな行商人に化けておびき寄せ、餌に食いついてきたところを捕らえるのです。バレるんじゃないかな、どうだろう、いけるかな。それならお譲りいたしましょう。行商人に扮するための服を、もちろん特別価格ですよ。なんとも証拠たくましいことですね。とはいえ好都合だ、取引に応じましょう。素晴らしいね、商売人魂ですね。あ、ちゃんと緑色だ顔でバレると思うけどな、ちゃんと帽子かぶるのかな。さあ、餌をまくとしましょう。僕はこれから
宝釉の灯火を歩き回ります。あなたはその後をついて回りながら、通りがかった人に僕から希少な原石を大金で買い取ったと風潮してください。もしもワーケサがさらなる金を欲しているなら、大金を手にした行商人を放っておくはずがありません。あえて襲わせて盗賊行為を抑えた上で確保しましょう。違う盗賊とかがいたらね、ちょっと美味しすぎる餌だからいろいろね、来そうな気がするけれども。では行動開始です。はい、はいはい、コーナが先導開始します。離れすぎてしまわないよう後追いかけましょう。はいはい、ついてきます。まあ普通に走ってればいいかな。近づきすぎたらダメとかそんなことないもんね、今回はね。練り歩いてますね。この服似合ってますよね。いつもの服もまあね、学者っぽくていいですけど。最初の相手はあそこに見えるシュバラール族の男性にしましょう。彼にすごく喜びながら架空の商談話を風潮するのです。僕はここで待っていますので、十分に注目を集めたところで戻ってきてください。はいはい、すごく喜ぶんですね。ちょっと待ってくださいね。エモートアクション、すごく喜ぶは使ったことあったかな。はい、すごくなんとか、はい、すごくがっかりするもあるんだね。 すごく喜びました。あのヘイザーラ族の商人から珍しい原石を買い取っただって。なんともまあ羽振りのいい話でうぶらやましいよ。こっちは大階段が壊れてからろくに行商に行けてないのにさ。はい、どうですか、あと何件か行きます。ワーケサの目を引くようにもっと注目を集めましょう。ついてきてください。はいはい、走ってる走ってる。まあ3人ぐらい行くのかな。今度はリーベリさんかな。次は奥にいるモブリン族を相手にすごく喜びながら架空の商談話を風潮してきてください。はいはい、あれか、ノリのいいモブリン族さん、いいよ。さあ再び妹、さっき使ったからね、こっちでいいかな。よいしょ。不合不合、ヘイザーラ族商人から根の張る原石買い取った。それはとてとて景気いい。貴重な原石買い取ったあなたの成功羨ましい。大金せしめた商人もたくさん儲けて羨ましい。なんかいい人ばっかりですね。なんか成功を喜んでくれる。もう十分かもしれませんが念押ししておきたいですね。あと一人探しましょう。さああとはどこにターゲットの人がいるかな。こよこよちゃんもなんか喜びながら追ってきてくれてますけど、かわいいね。どなたにするのかな。ペルペル族の方かな。最後はあそこにいるペルペル族を相手にすごく喜びながら架空の商談話を語ってください。それでこの作戦の仕上げとしましょう。はいはい、こちらの方かな。ではでは再び、すごく喜びます。たまたま通りがかった行商人から希少な原石を買い取ることができたって。なんて運がいいやつなんだお前は。それにそのヘイザーロ族の行商人もうまくやったな。きっと懐はすごいことになってるんだろうぜ。負けてられないな俺も。商売のことを考えたらね、そりゃね、闘志はなんか燃えそうだね。俺もやったるぜみたいな。そうと決まればこうしちゃいられない。俺もお前みたいに掴んでみせるぜ勝機を。やっぱそうなるよね。さあどうでしょう、
気配を感じる？あー、いたいた。いやー、先ほどはありがとうございました。あなたが支払ってくださった例の原石の代金のおかげでしばらく遊んで暮らせそうですよ。傭兵も連れずにこんな大金を持ち歩くのは少々不安ですから、アースンシャイアに寄ったらすぐトライオラに戻るつもりです。ニヤッとした。かかりましたね。どうやら野良犬が餌に食いついてきたようです。まだね、ウクラマトの件ではね、こちらに接触はないけれど、あなたの仕込みは完璧でした。サンクレットたちが仲間と慕うほどのことはありますね。さて、次はいよいよワーケサを引きずり出しましょう。はい、うまくね、かかってくれているみたいですからね。消えた王女コンプリート。すごいボコボコにされそうですけどね。どうでしょうね。まあ、ボコボコにするのは私かもしれませんけれどもね。さあ、うまくやってウクラマトを取り返すことができるのかどうなんでしょうか。では今回はここまで。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方はぜひぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のファイナルファンタジー14あるいは他のゲームでお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。